ヒーローバタフライです。よろしくお願いします。トラックについてですけれども、初めに若林さんにコラボをお願いしました。そしたら歌詞を送ってくれたので、メロディーの方は少し作らせていただいて、再度若林さん側にお戻ししました。その後若林さんがアレンジや得意の微分音の、音なども取り入れてくれて、曲が完成しました。あとアクリーションズについてはセカンドアルバムを出していただいてまして、ライブもマルコスさんと澤田ジョージさんと一緒に即興ライブに参加させていただいたりしてます。ライブでもすごい学ぶことが多かったです。お気に入りのアーティストはメルトが浮遊感があって好きなサウンドです。機嫌は最近はコロナ自粛で、しんどいなって思ってたんですけれども、ジョギングすると元気になるっていうのが分かって、ジョギングした時は機嫌がいいです。自分でも解決法があってよかったなと思います。今後はライブの予定とか組みづらい状態ですが、制作とか配信とかいろんな方法があるので、表現については続けていきたいと思います。また歌わせていただける機会があったらよろしくお願いします。それではアクリーションズ35周年おめでとうございます。